静岡県某所、ここにも悪の魔の手は静かに忍び寄っているのだ。本当に良かったのかな。キモト君、おかわりは？いや、僕はもう。一杯しか食べないの？若いのに。遠慮することないんだよ。ちゃんと食費も家賃に入ってるんだから。はい。もしかして美味しくなかった？口に合わなかった？いえ、もうお腹いっぱいで。ならいいけど、長老は？おかわりは？もう十分いただきました。みんな小食だね、もう。他に選択肢がなかったとはいえ、本当にここでよかったのか。世界征服ですか？そうそう。フローシャイムって言ってね、結構ちゃんとした組織らしいよ。はあ。大丈夫だって。確かに、まかない付きで家賃月3万は魅力的ですけど、下宿はちょっと。君の予算じゃ今時のアパートはね、ここにしなって、すぐになれるから。まあ、あとは初期しようかな。おはようございます。おはよう山田くん。紹介するよ。うちに下宿することになった木本智樹くん。今年静岡の大学に入学して山梨から出てきたんだって。どうも木本です。よろしくお願いします。彼はアシスタントの山田くん。バイトでうちを手伝ってもらってるの。あれ、ゴルさんは？ゴル君？まったく困ったもんだよ。また喧嘩したんですか？喧嘩も何も、一人で怒ってるんだよ、向こうが。本当にね。木本君が悪いんじゃないよ。は？いや、うちの若い子がね、下宿始めるって決まって以来、なんか機嫌悪くなっちゃってさ。昨日から部屋に閉じ込まりきりね。まだ木本君と顔も合わせてないんだから。本当にもう、何が気に入らないか知らないけどさ。あれかの、ゴル君はここに住んでるのに生活費を入れてないから、俺内心気が咎めているんじゃないかの。木本君はちゃんと家賃を払って住むわけで、それが自分への当てつけに感じたのかもしれない。行った行った。聞かれなかったかの。大丈夫ですよ。聞こえてたらもっと戸をバタンと閉めるでしょ、性格的に。でも木本君がいる手前、別に聞かれたっていいじゃないですか、事実なんだから。でも、ごめん、電話。はい、フロシャイム静岡出張所です。聞かれたかの。久しぶり。もう始めたよ、資金集めの下宿。大丈夫。やっぱすごくいい。他の下宿探そうかな。心配しないで、バンプ兄さん。フロシャイム静岡出張所所長ローファーはバンプ将軍の実の弟なのだ。聞かれたかの。俺、先週田舎のアフリカ行ってきたよ。すっげえ、それすっげえだろ。へえ、飛んでか。飛んでったのか。レッドさん。いえ、飛行機ですけど。俺も昨日田舎の群馬に帰ってたんだよ。飛んでか。いえ、新幹線で。いや、俺最近すっげえどこにも行ってねえなーって。先月すっげえ横浜行ったぐらい。東横線で飛んでけば。キス。少しは歩いた方がいいのよ、日頃運動不足なんだから。ああ。そういえばあんたって乗り物持ってたじゃない、ヒーロー用の。いらねえじゃん、いろんな意味で。レッドさん。ほら、相手あいつらだし。レッドさん、レッドさん、かよこさん。あら、バープさん、どうしたのその自転車。
当たったの。うちの組織のビンゴ大会で二等賞。組織のビンゴ大会ですけどね。この自転車もすごいんですよ。電動アシストでスイスイ、バックミラーで安全性抜群、サドルは低反発クッション入りでお尻に優しいんですね。すごいでしょ。すごいよ。性能はともかくお前とママチャリの相性の良さっぷりがな。しかしバックミラーってママチャリにしかついてねえだろ。こんなの指紋つけないで。いいだろ。充電って結構かかるの？4時間くらいかな。防犯登録は？これから行くところ。低反発クッションね。そんなに力入れて押さないでくださいよ。ねえねえ、電池って持つの？はい、結構持ち。へこむから叩かないでください。うっせえな。世界征服しようってやろうが、ちょっと自転車触られたくらいでピー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 。だっていいなあ、私も買おうかな。ちょっと乗ってみます。いいの？いいの？なら俺に乗らせろよ。返事は？だってレッドさん、ガサツっていうかデリカシーがないっていうか、こう新品に対する敬いがないんですもん。うっせえよ。本人に面と向かってズケズケ言うな。ちょっと。軽い。ごめんね、バンクさん。いいねいいね。なんだこれ、すげえな。ほら、もういいでしょ。返してあげなさいよ。新感覚だ。買い物遅れちゃうわよ。買い物なら俺が行ってきてやるよ、イノギアに。このチャリで。でも私もまだちょっとしか乗ってない。10分。パッと行ってパッと帰ってくからな。本当にすぐ帰ってきてくださいよ。そういえばこの前もらったお漬物美味しかった。その場合って月々の保険料どうなるの？遅いわね。私なんか嫌な予感がしてきた。つったな。買ってきたぞ、夕食の材料。あんたもも肉なかったから胸肉買ってきた。胸肉。自転車どうしたのよ？自転車よ、バンプさんの。自転車ね。だからどうしたのよ？取られたって。いやほら、すぐ帰ってくるつもりだったからよ。鍵かけずに急いで猪毛屋に入ったのよ。いや、ほんと早かったのよ、買い物時間は。2分かかんなかったんじゃねえかな。そして買い物を袋に入れました。すぐに店を出ました。駐輪場に行きました。そしたらありませんでした。いや、止めてあった場所もちゃんと覚えてたよ。一応裏の駐輪場も見に行ったよ。店員にも聞いたよ。ああそうだ、お前にこれやるよ。ほら、春キャベツ。なんつうかさ、このことをモチベーションにして次の対決に臨めばいいんじゃん。これもやるよ。やっちゃいいか。おい、警察にも言ったからよ、そのうち戻ってくるって。あんた本当ひどいわね。だって盗んだやつが一番悪いじゃねえか。っていうか、私やっちゃいいかなんて頼んでないわよ。バンプ様、すいませんが、ゲイラスさんも時間のあるとき探してくれません？ケラオッケー、翼の会の連中にも言っとくよ。ちょっと、あんた。もうさっきからサラダはドレッシングかマヨネーズか聞いてるのに。ちょっと散歩してくら。行ってらっしゃい。すっげー、どうしたんすか、その自転車。ほら、イノゲアあんだろ。薬局が近くにある方、あそこで拾った。拾ったって、落ちてるわけないじゃないですか。それは置いてあったんですよ。置いてあったんですよじゃねえよ、おめえ。拾ったっつってんだろ。何、神様からのプレゼントっちゅうやつ？おパクリ遊ばされたんでしょ。おパクリ遊ばしてねえっつうの。なんだよ、そのおパクリ遊ばされたってよ。いて、なんで俺が殴られるんですか。すげえんだぜこのチャリ、坂道もスイスイ。へえ、サドルが低反発のクッションみたいだしよ。ほんとだ。このバックミラーはダセえけどね。確かに。